ビニール袋、ね、怖いよ。どうした？ビニール袋があります、ね、こうやって空気入りますね、こうやってね、こうやってね。で、今日は空気を入れて、お水を入れます。そんなに柔らかなるって思わなかったよ。お水入れました、ね、いいじゃん。ビニール袋にお水入れることあんまないですね、うん、入れたことありますか？ない。ないね。先生は、あの金魚すくい入れてた金魚を入れて持って帰りました。これね、ある。ね、どこに？ある、ね、ちょっとこれ、こぼさないように、こぼさないように。あ頭に落ちてきましたびっくりしました。さて、これすごいいっぱい入ってる。これにですね、今壊れてませんね、うん、なぜですか？空気があるから。え、なんで？ビニール袋に水を入れても壊れないんですよね、うん、でもこれに穴を開けたらどうでしょう？壊れる。ということで穴を開ける実験をします。壊れないと思う。だって空気がなってると思う。この鉛筆です。鉛筆を突き刺します。大変です。何個？1,2,3,4,5,6本。ちゃんとでしょうか？どうしたの？では行きます。先生は先ほど5本ぐらい、シーンとなっちゃった。大丈夫ですか？さて、皆さんにもやっていただきます。はい、最初にやりたい人。よし、ね、男の子頑張れ。これはですね、コツがありまして、慎重にやっても失敗します。一気にグサッと刺します。いいですか？ゆっくりしたらどうなる？水がこぼれるよ。いい？一回持ってるよ。一回持ってるよ。せーの。ふっ。グッと。押して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 。お！成功！